皆さんこんにちは。あなたのハートを狙い撃ち、ドッキュンドッキュンコバニャンです。はい、よろしくお願いします。最近寒くない？寒すぎると思うんですけど、皆さんどう思いますか？私だって今ヒートテック着て、この中ニットみたいなの着て、すごい寒いんだから誰か温めてほしいな。まあ要はイケメン不足っていうことで、誰かに愛されてる愛が足りないっていうことで、今回は真冬にぴったりなこの企画、イケメンにしてほしい憧れの出演賞は、みんながどういう風にイケメンを思っているのかなっていうのを探ってみたいと思います。それでは行きましょう。レディーゴー。表では大丈夫って言ってても、実は辛くて陰で泣いていたら好きな人がよく頑張ったなって頭ポンポンしてくれる。これはさ、別にイケメンじゃなくても、なんか私結構心弱ってたら誰でも嬉しいなと思うけど、この頭ポンポンっていうのが重要なんだよね。よく頑張ったなって言ってほしいというか、なんかよく頑張ったねとか辛い時に声かけられたら結構誰でも嬉しいけどさ、頭ポンポンは人を選ぶよね。なんかあんま興味ない人とかだったら、それまではありがとうってなっちゃうよね。頭ポンポンってされたら。でも好きな人だったらさ、いや、もう、はにゃーってなってしまうっていう、その違いですよね。まあ、これに関しては、ポンポンっていうのが重要なんだなって、思います。イルミネーション見ながら、寒くないって言われて、手繋いでポケットに入れてほしいわ。てかさ、私もなんか、今年は、なんか、彼氏と過ごすクリスマスかなって思ってたんですけど、まあ、見事に、バイトだったので、まあ、そんな聖なる夜は過ごしてないんですけど、いやかさ、クリスマスに、カップルが円満に、なんかお店に行ったりとか、イルミネーション行ったりとかして、楽しく過ごせてるのは、うちらみたいな働いてる人がいるから、うん、成り立ってる、なんか行事だっていうことをマジで忘れないでほしい。うんうんうん。てかさ、誕生日なんじゃないの？イエス・キリスト様の。その誕生日をさ、カップルの日にするって無礼じゃないですか？おかしいですよね。これは寒くないって言われて手に入れられたら、もう手じゃないところにも突っ込んじゃうぞって感じですね。何事？怖い。これは全く真逆の意見なんですけど、寒くて手を繋ぐんじゃなくて、カイロを渡してくれる。だよね。やっぱなんか手に突っ込まれるっていうよりかは、まあね、物理的にあったかいのはやっぱカイロだもんね。うんうん。間違ってないよ。間違ってない。全然間違ってないけど、心は、寒くない？大丈夫？壁ドンされて、俺以外みんなって言われる。これも人を選ぶよね。俺以外みんなよ。って、なんか、いきなりやってきたらびっくりしちゃうけどな、私は。現実世界でやってくる人がいたら結構びっくりしちゃうっていうか、ん？漫画の見すぎではないですか？はにゃって思ってしまうかも。これはなんかドラマとか漫画の中だから嬉しいけど、現実世界でイケメンにやられたら一瞬で冷めてしまうかもしれない。私だったらね。うんうんうん。うわぁ。綺麗。授業中に消しゴム落として拾おうとしたら、そっちも手拾おうとしてくれて、手がぶつかってにっこり。あ、にっこーってこと？怖くない？それってさ、その笑顔には何の意味があるの？って思ってしまうんだけど。にちゃーって、不気味じゃないですか？怖いなって。壁ドンからの耳元で大好きって囁く。え、なんかみんな壁ドンされたいの？ドンって。どんどんどん、ドンキー、ドンキー、ハーテーって。壁ドンはさ、いや、そんないいもんなのかなって私は思うんですけど、まあ大好きって言われるのはね、すごい嬉しいし、なんか私も、あっキュンってなるけど、私が一番、なんか大好きって言われて嬉しいのは、大人のさ、まあ時間の最中に、不意に、なんか、かわいい。好きだよ。って言われたら、おやん、いろいろうずうずしちゃうなっては思う。何にもない時、普通にこうなんか話してるとかしてて、なんかちょっと無言になっちゃった時とかに、なんかさりげなく可愛いなとか、なんか大好きだよとか言ってくれたら、私はそれだけでもう満足。何も求めないから。そうやって言ってくれるだけで私は満足だよ。イケメンどこ？あ、私の彼氏はどこかな？すいません。彼氏がいないんですけども。不意打ちのキッス。
不意打ちのキスはそれは誰だって嬉しいよ。誰だって嬉しい。誰だって嬉しいけど、まあ、どこでするかによるよね。例えば、エレベーターで二人きりの時とかに不意打ちにキスされちゃったりとかしたら、私も、好きです。ありがとうございます。ごちそうさまです。ってなるんだけど、時場所構わずイチャイチャしてる人、まあ、ちょっとなんか見てる側からして、すごい嫌だなって思うので、ちなみになんか私は、なんかその、ツンデレっていうのに最近、なんかいいなと思ってて、なんかさ、でも付き合ったら結構ベタベタしちゃいたいタイプなんですけどね。恥ずかしい。言わないでください。ごめんなさい。ラブホの階段でもう我慢できないって言われてチューされたい。そのまま髪引っ張られながらベッド。どういうこと？髪引っ張られながらベッドって。やめて！痛い！痛い！ってこと。ちょっとわからないんですけど、途中までわかるのね。ラブホの階段でもう我慢できないって言われてチューされたい。まあ、そこまではわかる。なんかちょっとまあ、いちいちな雰囲気みたいな感じになるけど、そっから髪引っ張られて、ベッドとはどういうこと？そのままなんか、こうやって手を回しながら、ってなって、なんかベッドに行くとかならわかるんですけど、髪引っ張られながらベッドって、どういうこと？はい。ということで、いろんなエピソードをお伝えしてきたんですけど、これ本当は、イケメンたちをいっぱい集めて、これをね、再現しようと思ってたんですよ。でもちょっとなんか、その企画が叶わずという感じだったので、今回このような形で、紹介させていただいて、ただ私が楽しむっていうだけの動画になってしまったんですけども、私はさ、やっぱ顔とかイケメンとかすごい好きだし、好きなタイプは横浜流星さんで、高身長の方が、すごい好きなんですけども、なんかやっぱ好きになったらね、顔とか、なんかやっぱフィルターかかっちゃうからさ、そんなになんかあんまり気にしなくなるのかなって思ったりとかするんだけど、どうですか？まあそもそも最初に顔から入るタイプなんですけどね。いや、顔がね、顔で選んじゃダメっていう人の気持ちはめちゃくちゃわかるよ。めちゃめちゃわかるけど、顔も判断材料だなって私は思ってるの、すごくね。なぜなら、みんなさ、興味を持つのって最初は外見なわけじゃん。だから、外見に興味を持たなかったらその先には進めないわけ。わかる？なんか吹奏楽の大会で考えたら、顔面は、支部大会。で、その次に、性格。まあ、性格とか関東大会とか、なんかそういう感じね。九州大会とか、まあ、そういう感じ。で、全国大会で、スペックとか、まあ、いろいろ見られて、まあ、この人とお付き合いできるみたいな。なんで、自分に合うとか合わないとかね、生活のレベルが合うとか合わないとか、まあ、いろいろそう難しいところを突破して、金賞獲得した方が、自分の中で付き合いたいと思える方だと思うので、なんか顔だけで選んでるわけじゃないし、けど、顔もすごい大事だなって私は思うんだよね。まあ、どの顔で語ってるんだっていう話なんですけども、この説は大変申し訳ございませんでした。イケメンな彼氏欲しい。